実際さ、パワードスーツって弱体化だよね。って言うよね。本当はそんなことないんでしょ、ゼルダシリーズって。僕、メトロイドって、この人が脱ぐ前の作品しかやったことがないので、わかんないんだけど、サムス？劣化しちゃうの？パワードスーツ着てるのに？ということで、ぬるっとしたスタートでお送りします。サムスでございます。スーツを着てしまったがために男性ファン激減のサムスでございますね。昔はね、デラックスの頃でしたっけ？ 64 の頃でしたっけ？ピカチュウの電撃を当てることによって、中のこうさ、女の子が透けるっていう、こう、シルエットが透けて、うわー、あーみたいな時期があったじゃないですか。覚えてる方いませんか？ ちょっとのっけから古くて申し訳ないですけど、そういうのを楽しんでた時代の、僕はメトロイドしか知らないので、なんかね、ゼロスーツサムスっていうのが X が出るよって話を聞いて、個人的にはてこのキャラクターは何なんつうのと。そう思っていた次第なんですけど、まあ僕もね、見事にね、スーツ、サムスよりゼロスーツサムスの方が好きになってしまったというね、まあ残念な男性のうちの一人なんですけど、よーし、OK。まあそんなサムスさん、あ、ちょっと待って、ケイクいるよ、ケイクいる、ケイクいる、ケイクがいるから、ケイクがいるから、ケイクを倒したいんだけど、ケイクが降りてこなくなっちゃったね。はい、残念ながら、ちょっとケイク、ケイク、ケイク、よっしゃ、OK！ はい、よーし。やっぱね、ケイクをね、取っとくと取っとかないとだと、だいぶやっぱ、あれですね。何それ？は？ちょ待って、天秤か使う。ちょ待って、天秤かだと防げないんだな、ポッコは。は、初めて知りました。初めて知りました。てかね、天秤かね、最近ちょっと天秤か使ってみようと思って、天秤かをいろいろ使ってみてるんですよね。回復して、ちょっとここ下に樽がなかったらリスがな、いやー、樽なー、樽ある、樽ある、オッケー。オッケー、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 オ
いやー、危ねえ、ギリギリ。どうにか倒してきましたね。じゃあちょっとサムスの解説行きましょうか。ちょっと天ピカも使い切っちゃったんですけど、大丈夫かな。これ後でボーナスステージ引いた時とかに、残念なことにならないように気をつけたいんですけど、サムスはね、どうすかね。まあ、もうほんとゼロスーツの方が性能良すぎて、いまいち僕もサムスがどういうキャラクターなのかってよく分かってないところがあるんですけどね。やっぱ飛び道具が全くこう生えないじゃないですか、フィールドスマッシュって。まあそんな状態の中で、果たしてどこまでできるのかっていうのはちょっと一つ見物ではあるんだよな。うん。まあただ、上スマ、下スマに関してはゼロスーツサムスよりは性能は上だと思うんで、フィスマには合ってると思うんで、まあそこかな、そこでちょっと差別化してやっていくのが一番いいのかなっていう感じがしますかね。あとはまあ個人的、これは個人的な話なんですけど、やっぱ昔からいるキャラクターなんで、まあ大体どうやればどういう風な動き方ができるみたいなのが多少わかるじゃない。わかってないです。はい、全然わかってないですね。全然わかってなかった。あ、ちょっと待って、いいのがいる、いいのがいるじゃん。カモがいますよ、カモが。はい、いやー待って、落ちちゃったー。はい、よし、こう。そう、やっぱそこがね、結構大事ですよね。やっぱキャラクターが分かってるっていうのが大きいところ。じゃあ、うまっ。よし、オッケー。いやー、ばっち、そういう感じ？そういう感じ？一回左に避けるよ。え、てか、やばくない？やばくない？ちょっと待って。え、全然。全然じゃない？ちょっと待って、もう結構いい時間なん、いい時間帯だけど、いい時間帯だけど、なんか全然、あー、それはずるい。それはずるい。それは分からん。それは避けようがない、マジで。いやー、マジで。いやー、待って、やめて。いやー、もう本当に。こういうコンボがね、どうしても辛いですね。もうフィスマール悪すぎて、もうあまり。あはー、そしてワンワンか。ワンワンか。ワン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 、しかも食われてる、マジで。ちょっと待って、しかもワンワン2体いる。いやー、これはきつい。これはきつい。ちょっと待って、マジで。なんか持ってる人しかも。うわー、これスコア的に相当辛い敵ですよね、これね。雑魚的良かったんですけどね、届かない。いやー、はい、こう上避けて落ち着いてアタック。よーし、どうなんだ、どうなんだ、スコア的には。いや、低い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 、全然低い。まずいって、これまずいって。待って、頼むぜ頼むぜ頼むぜ。ファイヤーこれだけできてるんだからさ、もうちょっと頑張れよっていう。いやーい、うまいけど、こんだけ取れたところでなんだよね。またワンワンかよ。またワンワンかよ。よし、だいぶだいぶ良くなってはきたけど、ちょっとこれ右上まで持たないかもね。ちょっと時間的に間に合わなさそうな空気がプンプンしてる。プンプンしてるんだよ。プンプンしてるんだよ。大丈夫かなこれ。ちょっとギリギリ上までちょっと頑張って登っていこう。登っていこう。登っていこう。はい。
はい、たまにはね、たまには別ルートでもいいかなと思うんですけど、やっぱまあ、一応ね、どのキャラクターも、まあ、検索して初めて引っかかって見てくれてる人もいると思うんで、まあそんな人のために、一応僕の基本的な立ち回りはしっかり抑えておきたいなというふうに思ってる。時間がない。時間が全然ない。そういうところに行こう、使える。こいつのね、なんか中途半端な押ですね。はい、落ち着いて、登っていく。アーマー使う。アーマー全然今まで使ってなかった。はい。はい。よしよしよし。お、一発で持ってたの。強い。ナイスクリック。いやー、これ、際どいぞ、これ。いやー、待って。あ、アーマー切る。あ、ちょ、待って。あー、もう下手。そして、謎のスーパースコープ。いやー、下手すぎるだろう、マジで。これは下手だわ。俺、この、いやいやいや、俺、この引きだったら、4つぐらいカンストできる、全然。他のキャラだったら、ひどい。これはひどい。俺、今までのフィールドスマッシュ動画の中でも、歴代屈指のひどさだと思う、これ。いや、俺多分20万超えてないですね、これ多分スコア的にもね。まあ、ギリギリ合格ラインの下ぐらいですよね。合格、大学のさ、合格判定とかでいうところの、あのな、まあ、C 判定が受かるか受からないかとか、そういうラインだとしたら、D 判定ですよね。D 判定だよな。なんか、もう一個ぐらいちょっと、下げますみたいな。ちょっと志望校もう一個下げたら、多分 B 判定ぐらい出るんで、まあ安泰でね、いけると思いますんで、まあご家族の方も結構ご安心なんじゃないかな、みたいな。なんかそんな空気を醸し出すような点数。まあでもあとね、残り、ね、センター試験まであと何ヶ月なんですか？あ、痛い。ね、世間的にはセンター試験まであと何ヶ月ぐらいなんですか？まああと2ヶ月ぐらいでしょう、おそらくね。まあね、こんな動画を見てる方はね、おそらく、受験落ちますけど、そういうこと言っちゃいけない？そういうこと言っちゃいけませんか？まあね、こんな動画見てないでね、早速勉強しろっていう話ですよ。よしよし。ちなみに僕はこの時期までね、普通にゲームやってましたけど。ゲームやってたかな？ゲームやってたな？やってましたね。ゲームもやってたし、普通にテレビも見てたし。うん。まあ、そこそこでしたよ。そこそこ。はい。さあ、そんなことはどうでもいいんですよ。僕の話なんか。さあ、サムスの得点、せーの、ドン。はい。あ、おい。あ、意外と、おい。お、変なおじさんみたいな。あ、え、みたいになっちゃったけど。お、21万8000点。まあ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 。あ、なんでもいけるんですね。あ、やっぱじゃあ、やっぱ、パワー系キャラ強いね。結論。